セビア軍はアメリカ合衆国テネシー州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は89,889人であり、2000年の71,170人から26.3%増加した。軍庁所在地はセビアビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。セビア軍はセビアビル小都市圏に属し、さらに ノックスビルセビアビルラフォレット広域都市圏に含まれている。18世紀半ばに現在のセビア軍となった領域に白人開拓者が入ってくる以前2万年前から遊牧型または反遊牧型先住民族が住んでいた。16世紀半ばスペイン人エルナンド・デ・ソトとフアンパルドが率いた遠征隊が現在のセビア軍地域を通過し現在では ダグラスダムの上流の水没した島にあった集落を中心として小さなマスコギー族インディアンの部族、シア派族が領有していると報告していた。17世紀後半までに先にスペイン人が訪れた時は山岳部に住んでいたチェロキー族がこの地域を支配する部族になっていた。彼らはこの地域を主に狩猟場として使っていたが、 チェロキー族のチカマウが氏族がその領域に入ってきた白人開拓者と激しく戦い、いくつか和平条約が結ばれてはいたが、しばしば開拓地を襲撃した。その後は和平の時期と敵対的な時期が繰り返されたが、涙の道によってアメリカ合衆国政府から強制的に移住させられた。今日あるセビア軍は1794年9月18日に隣接する。 ジェファーソン軍から分離して形成され、これまでその時の領域が変わっていない。軍名は失敗したフランクリン国とテネシー州の初代知事を務めたジョン・セビアにちなんで名付けられた。セビアはこの地域の初期開拓時代に重要な役割を演じていた。1795年の軍設立以来、軍庁所在地はセビアビルに置かれている。セビアビルもジョン・セビアにちなむ命名であり。 テネシー州では8番目に古い都市である。1930年代の後半以前、セビア軍の人口、経済、社会は主に自足自給農業によっており、南部の田園地帯と比べて、ほとんど重要性がなかった。しかし、1930年代初期にグレート、スモーキー山脈国立公園が設立されると、軍の運命が大きく変わった。今日では、観光が、 軍の経済を支えている。セビア軍政府の主張は軍長であり、軍全体の選挙で選ばれている。軍内に分散する小さな町の多くをカバーする選挙区から25人の軍政委員が選ばれ、軍政を担当している。セビア軍は大統領選挙で強く共和党を推す傾向にある。1916年、共和党候補のチャールズ・ヒューズに与えた。 投票率は国内の軍で最高だった。1932年のハーバート・フーバーは77.01%の支持を得、1936年のアルフ・ランドンは77.73%だった。1992年以降は共和党候補が必ず55%以上を得ており、2008年の場合もジョン・マケインが73.4%の支持を得た。グレート スモーキー山脈国立公園で人気のある菓子別荘、セビア軍はその始まりから伝統的な自給自足農業社会だったが、軍内の南部の多くを占めるグレート、スモーキー山脈国立公園が設立されて以来、大きな観光地に成長してきた。しかし、この公園を設立した大きな理由の一つは、軍初期の経済推進力である製材業だった。 現在国立公園に指定されている領域では1900年代初期に大量の木材が切り出されていた。1930年代には低体産業になっていた製材業を国立公園指定で事実上を止めさせ国内有数の観光地開発が加速し現在では国内でも観光客の多い公園に育っている。近年観光の波は 国立公園北西部に接するガトリンバーグ市を越えて広がり、ビジョンフォージやセビアビル市にまで及んでいる。近年では、貸し別創業が大きく成長している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は598平方マイルであり、このうち陸地592平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.91%である。グレート スモーキー山脈国立公園から眺めるセビア軍の山岳と夕焼けセビア軍はテネシー州内では広い軍でありその地形はアパラチア山脈の岩の多いところからフレンチブロード川とダグラス湖のある流域平野まで変化している軍内最高地点は標高6643フィートのクリングマンズドーム最低地点は 標高850フィートのフレンチブロード側であり、その落差5793フィートも州内最大である。ブラフ山の夕日近年、セビア軍では観光業が大きく開発されており、また、経済機会にも恵まれていることで、軍内の道路には問題が生じている。この問題を解決するために、軍は既存道路の拡張など多くの計画が進められ、 また、ピジョン法事やガトリンバーグなどの都市も観光客向けのバス便を運行している。これによって、トロリーと呼ばれる装飾されたバスで観光客が街中の観光地を行き来できるようにしている。主要高規格道路、ロックシティバーン、軍北東部のアメリカ国道411号線近くにあり、セビアビル市からは10マイルにあるこれら、大砲が規格道路が互いに連絡され、 週刊高速道路4 5線出口407からは、セビアビル、ビジョン・フォージアがトリンバーグ各市に行け、グレートスモーキー山脈国立公園入り口には、グレートスモーキー山脈パークウェイが通っている。アメリカ国道やテネシー州道とともに、ほとんど途切れずに観光地が3つの都市に起きてきている。フットヒルズパークウェイという視線によってのみ中断がある。 空港群内の空港としてガトリンバーグピジョンフォージ空港がある。人口ピラミッド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。連邦政府が運営するグレートスモーキー山脈国立公園以外に群内には小さなコミュニティ公園が多くある。特にセビアビル市、ピジョンフォージ市、ガトリンバーグ市に多い。中でも重要な公園は下記の通りである。 セビア軍は、州内田園部の軍と同様、比較的少数の法人化された。ガトリンバーグ、ビジョン法事、ピットマンセンター、セビアビルの4市では、軍人口9万人足らずのうちの少数しか、カバーしていない。セビア軍の教育体系は32の公立学校と、私立学校があり、幼児の修学前教育から、中等教育まで展開している。高等教育機関も1校ある。 モリスタウンを本拠地にするウォルターズ州立コミュニティカレッジのサテライトキャンパスが群内にある。ありがとうございます。